学科に進級してからは科学に関する授業がもうほとんどになるので、より自分の興味がある授業が多くて、それが楽しいなって思います。楽しかったのは実験ですかね。去年はコロナの影響で実験ができなくて、今年初めて実験をやったんですけど、学科の友達と会って実際に自分の手を動かして実験するっていうのが一番その実感があったので楽しかったなと思います。実験のレポートとかが2年生から自分で実験して自分の実験結果で考察するんで、その考察が果たして本当なのかどうなのかも分かんないまま書き進んでいくっていうのが辛かったですね。一人一人のその生徒と先生が関われる時間っていうのが多くなったなっていうのと、結構レポートとかも送り合うので、ちゃんとその先生が見てるかなとか心配になってた部分は1年生の頃あったんですけど、2年生になってその担当の先生とかにレポートを渡すと、だいぶそのコメントをついて返ってきたりとか添削されて返ってきたりとかっていうのが多くて、すごいそこは自分の勉強のモチベーションにもつながっていいなと思いました。そこ体育会馬術部っていう、馬乗って障害物飛び越えたりっていうのを競うスポーツの部活に所属してます。楽しいですね。大学から始めたんですけど、もうちっちゃい頃から始めてる子もたくさんいるんで、そういう子たちに比べたら全然なんですけど、馬に乗ると日頃の辛さとかはちょっとなくなります。サークルでは合唱をやってるんですけど、コロナ禍でも対策をしながら対面活動をして、去年の12月に演奏会を開くことができて、それはもう本当にすごい思い出に残ってます。一人でキャンパスに行くこともよくあるんですけど、それこそメディアセンターに行って勉強をしたり、帰りに友達とばったり会ってそのままなんか遊びに行ったりとか、オンライン授業であんまりこうキャンパスに行けない身からすると、そういうなんか些細なこともすごい大学生っぽい生活ができてるなっていうので、自分で満足しちゃってるところはあると思います。私は環境問題に関心があるので、それに関係したことをより学べるような分野を考えて選択したいなって思ってます。全然私物理系でなんですけど、建築系の古民家を改修するみたいなプロジェクトに参加させてもらったんですけど、なんかものづくりって楽しいなみたいな風に思えて、物理だと結構紙とかペンでこうガリガリ勉強するイメージだったんですけど、物を作るロケット開発だとかそういうものも面白そうだな。2年生の実験もだいぶ専門的な実験多かったんですけど、3年生はそれよりもっと専門的ってなるとちょっとこう大丈夫かなっていう不安もあったりとか、研究室を選ぶ学年でもあるので、そこら辺をちゃんとこう吟味して決めれるかっていうのはだいぶ不安